2015年4月8日、米公共ラジオ局 NPR は、米調査機関ピューリサーチセンターが発表した日米関係に関する世論調査で、日本と米国は互いに信頼しているが、どちらも中国に対して不信を抱いているという結果だったと報じた。NPR の報道によると、米調査機関ピューリサーチセンターが7日に発表した日米関係に関する世論調査で、米国人の約 80% 以上が日本との緊密な関係を維持するか、より緊密な関係を求めると回答しており、日本人の約 75% が米国を信頼していると回答したことが分かった。また、中国を信頼すると回答して米国人は 30% で、日本人は 7% だった。中国が経済的、軍事的に台頭してきていることから、米国人の 60% は日米関係がより重要になると回答した。また、日中間で議論となっている第二次世界大戦の慰安婦問題について知っていると回答した米国人はわずか 10% だったと伝えている。この報道に米国のネットユーザーがコメントを寄せている。あと必要なことは日本と韓国に同じ認識を持ってもらうことだな。日本の厚木に3年住んでいたが、とても素晴らしい国だ。生活費は高いが、とてもいい人たちばかりだった。不信というが、中国はアメリカにとって最大の債権国の一つだということを覚えておかないとね。日本を無視して中国の経済圏にアジアの国々が組み込まれていくのを注意してみておくべきだ。アメリカ人は中国を信頼していないが、中国のお金と労働力は信頼している。ああ見てくれ、私のマウスとキーボードも中国製だ。